が収まって全馬ゲートの中スタートしました。若干3番モカフラワーは後方から、まずはスタンド前、内から1番マテンロアレス、気合をつけて出ていって並んでいく9番タガノカイ、さらには7番エールブラーブ、3番手4番手6番アサケエース、その後ろ4番ブラックシールド、内からは2番ヒルノエドワード、固まって先団は5頭、1コーナーを回っていきます。結局行ったのは1番マテンロアレス、今日も行くようです。リードは1馬身ぐらい、これを追って9番タガノカイが2番手に上がって、3番手は2頭ピンコース、2番ヒルノエドワード、並んでいく7番エールブラーブ、4番手第2コーナーを回って向こう上面です。前から5頭目6番アサケエース、ここまで集団で2馬身離れて4番ブラックシールド、1馬身半後方8番アルバーシャ、そのうちは5番アトミカ、2馬身離れて3番モカフラワー、最後方20番のビルボードクイーン田口カンタです。向こう上面の中ほど最初の 1000m を迎えますが59秒台で行っています。先頭は1番マテンロアレス、逃げてリードは1馬身ぐらいです。2番手は9番タガノカイ、3コーナー内回りコース、3番手は2番のヒルノエドワード、残り 800m、 前から4投目7番エールブラーブ、差を詰めていって、その後ろ6番アサケイエスが打ち、外は4番のブラックシールド、中段で 3,4 コーナー中間、さあ馬群が固まって残り 600m、 先頭1番マテンロアレス、少し手が動いてリードは体半分から首、並んでいく9番タガノカイ、前2頭並んでいって4コーナーカーブ、3番手は7番エールブラーブ、4コーナーを回って直線に向いています。その外に4番手4番ブラックシールド、さあ前は固まってわずかに9番タガノカイ先頭か、並んでいく4番のブラックシールド、今度は先頭に変わった、大外を通っては3番モカフラワー、さらには馬群の中からは8番アルバーシャも追い込んでくるが、先頭4番ブラックシールド2馬身リード、2番手は接戦ですが3番モカフラワーが上がれた、先頭4番ブラックシールド降臨、2着3番のモカフラワー、3着はどうか、8番アルバーシャ、5番アトミカ、9番タガノカイ。